ということでですね、この模様を VTR に撮ってみました。それではどうぞ。あー楽しみ。わー、一人死にました。死んじゃった。死んだら終わりじゃないんです。死んでからも芝居は続いてるんです。聞いたんです。あ、お疲れです。微妙ですね。うまくいかない。大丈夫だって。決めた。大丈夫だよ。もう何が何だか分かんない。あの有名なこういうのね、あるとやっぱあれですよね、なんか芸能人になった気分になりますよね。こういうの食べれると。で、いただきます。続きまして、スイッチってどんな形をしてるんですか。こちらの方はね、VTR があります。それではスイッチの形どうぞ。スイッチを押すときどうですか。今日はですね、皆さんにこちらスイッチです。これが皆さんご存知のスイッチ、こんなになってるんですよ。これを押すと、こうカチッと押すとってなっていくっていうね、そういう風になっております。35番来ました、スイッチが。あ、ちっちゃい。24番ちっちゃ。渡した。怖えよ、これ押すの。これ怖えよ、押すとマジ。いや、せねえよ。いいね。じゃんじゃか押してるよ、今。じゃんじゃか押してるよ。あの、本番中では一度も姿を見せないと思うんですが、こちら僕のも一応あるってことを、ね、テラハッチ式です。モザイク、モザイク、モザイク舞台袖というのは紹介したいと思います。舞台袖ね、紹介したいと思います。こちら見てください。ラベンダー、ラベンダーって何って言ってるラベンダーです。そしてこちらボールね、大輔が大興奮のボールですけど、ナイターやろ、ナイターって、ナイターっていう意味が分かってないっていうところが、まあ、またいいところなんですけどね。はい、懐中電灯、佃さんが使っております。はい、そして君は大好き全裸キット、これオリジナルで作ってるんです。全裸キット中身はね、まあ、あの言えないんですけど、中身はまあ普通に皆さんがご連想していただけるようなものが入ってるんですけど、外見はですね、もう本当にどうしようもないですよ、全裸キットね。君は、そんなことないですよこれが見たかったんでしょ、ずっと。そ
全裸キットはやばいっすね。全裸キットやばいっす。全裸キットの方がぜひ皆さんも発売されることがあったら読んでみてください。はい、そしてノート、ノート、これみんな中身をね知りたいんじゃないかなと。あ、書いてますね。丸バツなんてやってますね。丸バツ。あとはうわひどいなこれ、ヒロの筋肉。それ大好きこれヒロの筋肉は硬いとちゃんと書いてるんですよ。みんなつぐたが怖い、これ間違ってるんですよ。つくだなんだけどつぐたって間違っちゃってるっていうね。あとはね、君明本当にこれ見てください、漫画書いてるんです。俺海賊辞める、ね、みんな本当にここでの生活をリアルに再現するためにこうやって日記は書いているんです、こんなような形で、分かりやすく出るとき履けるときちゃんとチェックできるように、武漢チームがやってくれてるんですよ。それではMC の永山さん、お返ししまーす。はい、こんな形になっております。こんな形になってたのか、近くで見ると押せちゃうんだよ、これが押しやすいね。心臓にこう入ってんだよ、ボタンが。これ押すとこう、こう繋がってて、こっちこっちこっちなるわけだよ、これね。そういうことか、あんな形してたんだ。そうだよ。以上の質問、すべて答えました。それでは、また会う日まで。スイッチを押すとき、悩み相談係でした。また明日。